ジョルノはブチャラティの計らいでギャングの入団試験を受けることにした。入団を決定する男はポルポという刑務所の中にいる組織の幹部であった。ジョルノはポルポの面接を受けるため刑務所に向かった。君のことはブチャラティから聞いておるよ。我々の組織に入りたいんだって。それじゃあ面接試験を始めるとするかな。人が人を選ぶにあたって一番大切なことは何だと思うね。何ができるかですか。ちょっと違うかな。最も大切なことというのは、それは信頼だよ、ジョルノ・ジョバーナ君。テストというのは君の信頼を見ることなんだ。このライターの炎でな。手に取りたまえ。炎を消さないようにな。24時間、君にその炎を消さずにライターを持っていてもらおう。それができたら君の入団を認めよう。簡単だろ。これが入団の試験だ。さあ、ライターを手に取りたまえ。しかしこの炎、まさかポルポのスタンド能力では。もしそうだとしても僕には夢がある。その夢の第一歩のため、何としてもこの炎を守らなくては。おっと、危ない。すまんの。ご覧の通り階段掃除をしとったんじゃ。しぶきだけで水がかからなくてよかった。なんてことだ、まずいぞ。まだ1時間しか経ってないのに炎が。なんてことだ。炎がどうしたかの。まさかそのライターつかなくなったかの。おお、すごい明るいんでびっくりしたが、でも何も問題はないようじゃがのう。おかしい。再点火できるなんて絶対におかしい。再点火できたらテストの意味なんて何もない。この魂、選ばれるべきものではなかった。何？死んでいる。お前も再点火したな。チャンスをやろう。向かうべき2つの道を。一つは生きて選ばれる者への道、もう一つはさもなくば死への道。こいつはポルポのスタンド。どうした。やっぱり影の中だ。こいつは鳥だ。飛行する鳥の影を利用して影から影へ移動してきた。惜しい。近くに影があったから逃げられた。しかしやはり奴は日光の中に来るとダメージを受けるのは分かった。完璧に影から引きずり出せば勝てる可能性があるようだ。ゴールデンスペリス、どうした。足を壊せばその影を変えることができる。こいつは影の中だけを使ってものすごい速さで移動してくる。
ゆっくりと味わいな、日光浴を。たったそれ一つだけだ、お前の行くべき道は。とはいえ、どうしたものか。組織に入団できるのだろうか。困った。とりあえず明日このライターをポルポのところへ持っていくしかないか。おめでとう、君の入団を認めるよ。ライターの炎を信頼通り消さずに持ってきたからね。合格だ。しばらくはブチャラティの指示で行動したまえ。ふん、あの小僧、真面目に24時間この炎を守ったのか、それとも再転化してスタンド使いになったのか。そんなことはどっちでもいい。とにかく生きて炎を持ってきた。ああいう若くて何も知らんやつは利用できる。どっちだろうと我々の都合のいいようにな。ポルポ、お前はあの無関係のじいさんの命を侮辱した。だからお前の拳銃を一丁バナナに変えてきた。最後の食事、よく味わって食べるといいぜ。ポルポ拳銃自殺。調書によると、ポルポは牢獄の中で自らの拳銃を口にくわえ、自分の指で引き金を引いたことが証明された。同時に矢が一本破壊されていた。